あれ？ん？はて。夢か。結局うたた寝して何にもできなかった。弱ったな。うん？これだ。未来のロボット猫がぐうたらな漫画家じゃなくてぐうたらな男の子を助けに来るってのはどうだ。うん、こりゃいけそうだ。そのロボットはいろんな未来の道具をポケットの中に持ってるんだ。そう、題してドラえもん。僕ドラえもんです。